アーノ・アラン・ペンジアスは、アメリカ合衆国の物理学者、宇宙マイクロ波背景放射の発見によって1978年のノーベル物理学賞を受賞した、ドイツのミュンヘンに生まれた。6歳の時に、ナチスによる迫害から逃れるために、ユダヤ人の子供たちを外国へ避難させる、キンダートロンスポートによって、イギリスに逃れた。アーノが脱出した6ヶ月後に、 両親もドイツを離れ、1940年に一家はアメリカニューヨーク市のガーメント地区に移住した。1946年にペンジアスはアメリカに帰化した。1954年にニューヨーク市立大学シティカレッジを卒業。1958年にコロンビア大学で修士号を取得し、1962年に博士号の学位を得た。 ホルムデル・ノベル研究所にある15メートルホーンアンテナ。宇宙マイクロ波背景放射が最初に観測されたアンテナペンジアスはニュージャージー州ホルムデル・ノベル研究所に就職し、そこでロバート・ W ・ウィルソンと共に電波天文学の観測のための超、高感度低音マイクロ波アンテナの研究を行った。1964年、 この高感度アンテナの設置中に二人は説明のつかない電波ノイズに出会った。そのノイズの強度は天の川銀河からの放射よりも強いものだったため、二人はアンテナ設備が地上の雑音源からの干渉を受けていると考えた。しかし調査の結果、電波ノイズがニューヨーク市からのものであるという仮説は否定された。 マイクロ波保温アンテナを調べたところ、アンテナに鳩の糞がたくさんついていた。糞を掃除すればノイズはなくなると考えた二人は、保温アンテナに溜まった糞を掃除したが、ノイズは消えなかった。考えられる、干渉源はすべて取り除いたがノイズは消えなかったため、二人は、この発見を論文に発表した。後に、この放射こそが、ビッグバンの名残の電波である。 宇宙マイクロ波背景放射であることが明らかとなった。この発見によって、天文学者はビッグバン仮説の正しさを確信するようになり、初期宇宙についてのそれまでの多くの仮説が修正された。1978年、ペンジアスとウィルソンは、ピョートル・カピッツァと共に、ノーベル物理学賞を受賞した。二人は、その前年には、ヘンリー・ドレーパーメダルを受賞している。 1998年、イリメダル受賞。C ・ロベリ、すごい物理学講義。川出文庫。2019年、P138. ありがとうございます。